こんにちは。1日2日3日です。皆さんは勉強頑張っていますか受験体制か学校でつまずいたりしていませんか生物基礎で困ってこの動画を見ている人がいたら僕が教えていくので今日から一緒に生物基礎を勉強していこう。でもその前にこの動画の特徴のお話をするとこの動画は高校の授業レベルに合わせてあって共通テストで7割取るのに必要な基礎知識が身につくくらいのレベルになっているだから多分ちょうど高校の中間期末テストだったり 公務員試験にもぴったりだし、生物を勉強するいろんな人に役立つと思う。ただ、この動画は授業レベルだけど、授業ではないから出席を取る時間やノートをまとめたり、実験をしたり、みんなで発表したりする時間がない分、1話が5分くらいまとまっていて、生物基礎なら全部の範囲をやっても2時間くらいで終わっちゃうくらい短いから、生物基礎得意になりたくて予習に使ったり、受験シーズンに向けて一気に復習したりするのに使えるんだ。 このアニメで基礎や暗記を抑えられれば、みんなは授業を聞いたり、実験を楽しんだりするのに集中できるから、学校の授業もきっともっと分かって面白くなるはずだよ。それじゃあ僕と一緒にこれから生物基礎を。うーんー、やってみようみんな、生物って今地球に何種類くらいいるかわかるなんとその数、分かっているだけでも数千万種類もいるんだ。僕たち人間とかの哺乳類だけでも5000種類を超えていて、本当にたくさんいる。 でも、そんなたくさんの生物も、元は一番最初に生まれた起源生物が、長い時間をかけて子供を産む中で、見た目の形や性質って、形質が変わった子が出て、それが遺伝子を通じてさらに子供へと受け継がれながら、進化していろんな生物へと変わっていったんだよ。こんな進化の道を系統といって、見た目が木の枝みたいだから、系統樹って呼ばれているよ。例えば、中学で習ったことのおさらいで言うと、骨があると、脊椎動物で、その中でエラ呼吸して、海で生きてたら、魚類。 子供の時はエラで水中だけど大人になると肺呼吸になって陸で過ごすのが両生類それが生まれてからずっと肺呼吸となれば爬虫類で体温がずっと変わらなくなると鳥類さらに卵ではなく子供で産む胎生になると哺乳類って分かれるどうかなみんなは覚えた ちなみにこの分類は形や性質って形質を決める遺伝子の DNA がどれだけ似てるか比べて作っていて DNA が似てるほど先祖が近くて違うほど先祖が遠いっていうのを元に作るんだ一番古い生物では35億年前にはいたらしいってことが分かっていて地球誕生が46億年って言われているから地球が誕生してだいたい10億年くらいしてから生物が誕生したってことになるそれから長い時間子供を作って 進化してその間にたくさんの生物が生まれて中には絶滅したり大変なこともあったけどそれでも残った生物が子孫を残して今の僕たちにつながっているんだちなみにどれだけ違うかでどんどん分類して系統樹を作ったけど石とか地面山や空が生き物ではないってわかるよねそうやってどんなに種類が違ってもどの生物にも共通した同じ特徴もあるんだ最後にそれを教えて今日は終わりにするねあと少しだから頑張ろう どんな生物にも共通しているのは3つ1つ目は細胞で体ができていること自分と自分ではない外が細胞膜で仕切られてて明確に区別できないといけないそして2つ目が生きてるんだからエネルギーを使っていること生物のエネルギーであるアデノシン三輪酸,リン酸略して ATP を使う代謝っていうのをやっているそして最後の3つ目が遺伝子の DNA を使って子孫に自分の特徴を残して増やすことこの3つがどんな生物にも共通した特徴だよ わー、ちょっとこれって。今回陸上が大好きな高谷くんが解説してくれとるけど、生物あるある参戦って、もうめちゃくちゃ陸上競技場と一緒やん。だってほら、陸上競技場って、競技場の壁で思いっきり中と外分けられてるし、陸上なんやから走ったりとかって体動かして、エネルギーも使う。ほんでそこで出した記録がずーっと後々まで残っていく。もうバリバリ一緒にめっちゃ覚えやすいやん。分かったかなこの後まとめもあるから、ノートにまとめたい人は、そこで一時停止して、ノートにまとめてみてね。今日のところはこれまで。これから生物基礎を詳しくやっていくけど、 高校や受験でいい点数を取りたいとか生物基礎好きだからもっと好きになりたいとかってみんなの思いを応援していくからこれから一緒に生物基礎うんやってみようそれじゃあまた次回の生物基礎アニメでねバイバイ骨がある骨があると脊柱脊柱脊,柱脊柱 脊椎動物。